ネジが完全に潰れてました。はい、おはようございます、森本です。今日はですね、故障で入庫したダイハツのミラーですね。で、走行中にですね、エンジンからすごい音がしたということでね、ちょっと見ていくんですけども、ちょっとね、この車はうちで初めて見る車なんで、ちょっとね、どうなってるかなと思ってボンネット開けてみたらですね、このようにイグニッションコイルのカバーっていうんですか、カバーのね、割れて持ち上がってたんですよね、このように。で、何かなと思って開けてみたら、このようにイグニッションコイルの一番が浮いてました。で、と思って開けてみると先が溶けてないんですよね。これはおかしいと思って、でスパークプラグを取り外そうと思ったら、もうね、なんか閉まってなかったんですよ、ゆるゆるで。これはちょっと嫌な予感と思って、で、とりあえずプラグホールを見てみたんですね。はい、そしたらですね、ちょっと動画では見えないんですけども、ネジが完全に潰れてました。エンジン側の ネジですね、ネジ穴が完全に潰れてまして、ツルツルでしたね。ということはですね、原因は、スパークプラグが抜けたっていうことになりますね。抜けて、そのためにこのイグニッションコイルの先が溶けちゃったのかなって思いましたね。で、スパークプラグを見ると、このワッシャーですね、ワッシャー部分がかなり潰れてますよね。これもしかしたらスパークプラグをオーバートルク、強く締めすぎたことによってエンジン側のネジ穴を潰しちゃったのかもしれないですね。まあ、ということはね、これはおそらく整備ミスの可能性もありますね。一体誰がしたのか分かんないんですけども、そのためにね、スパークプラグが走行中取れちゃったっていう、これが原因だったと思います。で、他にもね、このパワーステアリングポンプをね、ベルト触るとね、ポンプがめっちゃ動くんですよね。これ多分ステー折れてますよね、どっか。これ見えますかね、めちゃめちゃ動きます、ポンプが。でね、ベルトもね、なんかね、曲がってついてるんですよね。うん、こういうのもあるんで、で、まあ、もろもろね、検討していって、もうお客さんもね、これちょっと、もう、廃車にするということで、なりました。ということでね、今回は修理せず、もう廃車にしていくんで、まあ、整備はしていかないんですけども、まあね、このプラグホールのネジ穴を潰すと、もう本当にね、かなりめんどくさい修理になります。エンジンのヘッドを変えたりとか、ネジをね、こう修正かけないといけないんで、かなり、大きな修理になります。ってことでね、プラグホールもきちんとトルクを守って、まあ、というても、こうなかなかね、むちゃくちゃ締めないとこんなんならないんですけどね、一体どんな力で締めたのかわかんないんですけども、まあね、こういうのもあるんでね、ぜひ気をつけたいですね、僕も。はい。なかなかこんなことないですけどね、はい。はい、ということでね、今回はちょっと僕が今まで経験したことない現象だったんで、ちょっと動画で紹介させていただきました。ですね、やっぱりむやみやたらね、締め付ければいいってもんじゃないんで、もう適度な力、トルクでね、締め付けるように、した方がいいですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいと思ったら高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。